こんにちは。今日はメルちゃんとポコがお散歩から帰ってきたみたいだから、今からポコのしつけの練習をしたいと思います。じゃあまずはポコのこのリード取っちゃおっか。ここについてるリードを首輪ね、取っちゃいます。はい、取れたよ。自由になりました。ワンワンワン。じゃあポコちゃんお腹空いちゃってるから、ワンワンワンだって、ご飯欲しいみたいだから、このご飯をあげるんだけど、ご飯あげる前にお手してもらおうかな。じゃあメルちゃんお手ってやってみて。はい、ポコお手。でもポコはしようとしないから、もう一回お手。はい、お手。いい子だね、ポコちゃん。じゃあご飯あげるね。はい、どうぞ。見えるかな？よいしょ。ポコちゃん、ご飯あげるね。はい、どうぞ。ポコちゃん、いい子にお手したので、ご飯食べてください。よし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 。ワン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 。ポコもとっても喜んでるみたいです。じゃあ、ご飯食べたから、これは置いとくね。そしたらポコも疲れちゃったみたいだからねんねしよっか。ブランケットの上でねんねさせてあげたいと思います。それでポコちゃん、この首についてるやつ苦しそうだから、今は取っちゃおっかな。はい、これでポコちゃんすっきりしました。ほら、これでねんねしてくださいね。よいしょ。よし、じゃあ今日はお手も頑張ったし、もうポコちゃんも眠いみたいだからおしまいにしよっかな。じゃあまた次回も見てね。バイバーイ。